乗馬不評とは、徒歩行軍する代わりに馬に乗って移動する不評である。近世ヨーロッパで用いられた流騎兵も本来は乗馬不評の一種だった。1911年のブリタニカ百科辞典によれば、乗馬小獣兵とは、半ばだけ騎兵であり、乗馬不評とは特別な移動が可能な不評に過ぎないとしている。今日では自動車が軍馬にとって変わったことで、 自動車化不評はいくつかの点で乗馬不評の後継者となっている。乗馬不評の起源は少なくとも組織化された戦争の始まりにまで遡る。古代の聖堂の鎧は重かったため、一気打ちで決着をつける場合の代表者は戦車で血統上に赴むいた。重装不評の進化に伴い、重装不評の中には馬に乗って戦場まで移動してから下馬して、 ファランクスに配置される者も,もいた。初期のガイウスマリウスの改革以前の古代ローマ軍には、不評が騎兵隊の蔵にすがって移動し、ゲバしてから戦闘に参加する部隊があった。ガリア人とゲルマン人のコミタトゥスは二人乗りを使用していると報告されており、二人目の戦士は徒歩で戦うためにゲバする前に短い距離だけ起乗した。中国の官王朝も、また、 対強度戦争で乗馬不評を後半に使用した。艦の遠征ではかなりの期間、軍隊の大多数は馬に乗った。これには馬から降りて戦う乗馬不評と馬に乗ったまま戦う乗馬機兵のいずれもが含まれる。馬を使って機動性を高める他の注目すべき不評にはジェノバド兵や襲撃先の上陸地点周辺で見つけたすべての馬を 集めるバイキングが含まれる。フランスの竜騎兵。竜騎兵はもともと乗馬不評だった。乗馬と不評戦闘に関する訓練を受けていた。しかし、運用は時代とともに変化し、18世紀には竜騎兵は従来の軽気兵部隊へと進化した。竜騎兵連隊は17世紀後半から18世紀初頭にかけてほとんどのヨーロッパ諸国の軍で設立された。 この名は、フランス陸軍の竜気兵が傾向する銃の一種、ブランダーバスが龍と呼ばれていたことに由来している可能性がある。フランス語では、龍と竜気兵という言葉の区別はない。この称号は、現代では多くの装甲連隊、または儀式用連隊によって保持されている。19世紀半ばに、それまでよりも素早く、そして精度の高い射撃が可能なピストルと、 ライフルが発明されたことで、もともと防御力に劣る機兵の弱点がさらに強まった。多くの軍隊は、状況に応じて、馬に乗ることも、徒歩で戦うこともできる部隊を使い始めた。剣と槍で馬に乗って戦うと、敵の火器から身を隠せないが迅速な移動が可能になり、ピストルとライフルを使って徒歩で戦うと、遠平を利用して防御線を形成することができる。 この時期の最初の乗馬不評部隊は、米北戦争中に乗馬小銃兵連隊として出現した。これに続く部隊が、例えば1880年代にオーストラリアで編成された。これらの部隊には、乗馬小銃兵マウンテッドライフルズや、ケーキ馬ライトホースなどの用語がよく使用された。フランス外人部隊は、1880年代からラバに乗った中隊を使用していた。 カクラバは隊員2名によって共有され、交代で、それに乗った。この配置により、1日で60マイルをカバーできるより、早くより長い行軍が可能になった。アメリカ南北戦争の西部戦線では、いくつかの不評連隊が乗馬不評に改変され、連発可能な小銃で武装した。地下マウガの戦いで活躍したワイルダー旅団は、北軍の乗馬不評の一例である。 イギリス陸軍では、イギリス帝国の一部の不評部隊が偵察と小競り合いに備えた乗馬不評だった。さらに、各地の植民地、例えば、セイロン島、ケープ植民地、ナタール、東、ケープなどで、地元で編成された多くの部隊が乗馬不評として戦った。第二次ボーア戦争では、ボーア人を模倣したイギリス軍によって、乗馬不評の大部隊が編成された。 様々な臨時部隊のうち、帝国洋万兵は1900年と1901年に英国の志願兵から編成された。オーストラリア、カナダ、ニュージーランドからの派遣兵力の多くは、未であり、帝国軽騎兵インペリアルライトホースや、南アフリカ軽騎兵サウス、アフリカンライトホースなどの地元からの非正規軍もいた。その戦争から学んだ教訓の一部として、 イギリスの通常の騎兵連隊は、不評と同じライフルで武装し、下馬戦術の訓練を受けた。標準的な不評用ライフルのより重心が短い、レックこと、リーエンフィールド騎兵カービンジューマーク I は、1896年に導入された。多くのヨーロッパの陸軍も、乗馬不評が馬を使用したのと同じような形で、自転車不評を使用していた。しかし、 彼らは適切な道路の必要性によって障害を持っていた。第一次世界大戦中のベールシェーバの戦いで、騎兵突撃に参加したオーストラリア第4軽機馬旅団は、一般的な媒体では乗馬不評旅団とされているが、実際にはニュージーランド騎馬小銃旅団と同様に、騎馬小銃部隊だった。旅団と言いつつも、それを構成する軽機馬連隊は、 不評代隊以下の規模でしかなく、この軽量弾が実際に戦線に配備できる小銃の数は1個代隊と大差ないものだった。その結果、彼らの運用法も兵員不足を反映したものとなり、戦術的には、低弾による大量攻撃ではなく、その大きな機動力を火力と組み合わせた戦い方になった。1920年代から1930年代にかけて、 馬から自動車への移行に伴い、乗馬不評は姿を消し始めた。ドイツは、第二次世界大戦中の独ソ戦でもいくつかの乗馬不評部隊を配備し、両方の戦線で自転車部隊を配備した。ドイツとイギリスの両方がオートバイ大隊を実験した。ドイツはまた、第二次世界大戦中、不評部隊内で馬と自転車を利用したが、ドイツが、 自国の領土に撤退するにつれて自転車の使用が増加した。日本は第二次世界大戦中1941年から1942年にかけてのマレー半島での作戦で銀輪部隊を配置しシンガポールまで進撃した。フィリピンスカウトの騎兵連隊は第二次世界大戦の早期にフィリピン防衛戦を支援した。米陸軍の第学士団は 第二次世界大戦中も乗馬偵察部隊を維持し、第二次世界大戦中にイタリアとオーストリアで活動した。スイスのように軍事的伝統に定着している国々では冷戦期まで馬に乗った軍隊を放置していた。スウェーデンは雪のない季節は不評の多くを自転車に乗せていた。ありがとうございます。